公共の福祉っていう言葉がどうも中途半端でわからんばっかりに。朝日新聞の魔法にかかると、公共の福祉という言葉が中途半端でわからんばっかりにが、公共の福祉わからんとなります。ではもう一度。公共の福祉っていう言葉がどうも中途半端でわからんばっかりに。2021年9月27日、朝日新聞より、タイトル名、高市氏、公共の福祉、わからん、自民総裁選の会見論議、より。皆さんは、このタイトルを見てどう思いますか？そのままですね。このタイトルだけ見れば、高市氏が、公共の福祉、がわからない、という意味になりますよね。しかし、実際には違います。結論から言うと、公共の福祉、がわからないのではなく、公共の福祉という言葉の解釈が中途半端で分かりにくい。だから言葉の解釈として公共の福祉を公益及び公共の秩序として話をしています。それは朝日新聞の本文にもきちんと書かれていますが、残念なことにこのタイトルに見事に引っかかっている人もいます。こちらをご覧ください。これは検索から調べたもの、誰が作ったか分かりませんが、秘宝、公共の福祉なんてわからんと本文を読んでないのでしょうか。タイトルだけ見て作ったサイトが見つかりました。こちらのツイッターのコメントも、公共の福祉がわからない人が総裁どころか議員などしてはならないとか、無知は罪とか、政治家失格だ高市とか、こういうタイトルだけを見てコメントしたりサイトを作ったりする方が悪いのですが、このタイトルじゃねえ。本人の言葉を書き換えているわけではないので捏造ではないのですが、たちが悪いですよね。では実際はどんな感じだったのか映像をご覧ください。まず第何条をどのように改正すべきと考えておられるのか、皆様のご見解をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。すでに自民党からはですね、党の提案として、憲法9条、また緊急事態の場合の条項の追加、それから教育、また合区の解消など提案をしております、が、個人的に私が大変興味がありますのは、12条の解釈ですね。この憲法が、国民に保障している自由や権利、これに対して一定の制約がかかるとしたら、公共の福祉、という言葉が出てきます。でもこの公共の福祉っていう言葉がどうも中途半端でわからんばっかりに、これをできたら公益及び公共の秩序と、いうふうにしてですね、本当に国民の皆様の命に関わるような場合、財産、を奪われてしまうような場合、国家の、主権に関わるような事態が起きたような時に、一定程度の制限ができる、そういった形をはっきりとさせたいなというのが私の希望です。いかがでしたか？何の問題もないですね。朝日新聞は、たち悪い切り取りを始めたみたいですね。以上になります。もし、良かったと思っていただければいいね。コメント、チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。